築地の移転を先送りしたことによって生じる、まあ、予算の審議なんかもあると言われていますが、そこでまあどういう対峙があるかということですよね。高島氏はもう打ち出しに比べて態度が一変したというふうに言われています。穏やかな感じはね、印象的ですよね。その反対構造を作る意は全くないと言ってまして、はい、本当に連携すれば都民が大喜びすると思うので、多分お互いにウィンウィンで、この先12月の会を含めて進めるんじゃないかなと思います。ただこの奥の政策もこれだけで終わりじゃダメじゃないですか。その旧報酬半減に関しても都知事だけじゃ意味がないですよね、はい、それ都議をどういうふうに獲得して都議の給与まで踏み出せるのかというところもあるので、まあ、そこもなかなか対立が薄まるの難しいところもあるかなと、ね、まさにその劇場型って言われているね、この政治のこういわばショーみたいなものを見せられてるっていう指摘もあって、それをどういうふうに見極めていくのかっていうところも結構大事ですよね。まあ、パフォーマンスが中心になるのは、今のところは、今日仕事行けないね。はっきりしないからですね。そこで、まあ、民意を動かさなきゃいけな いエスカレートしててね、くつろぎの。さあ、来週はまた台風の心配をしなくてはならないかもしれないということなんです。布団やふんのねえちゃんね。おやすみ。おやすみ。自然エネルギーを電力の新しいスタンダードに。どきょう具合悪いかな。仕事休むって。電話した方がいいんじゃない。